八百893番ちょい太郎です。 本日のヤクザニニュューースス暴力団ニュースね本日っていうか今週だよねっていうかないんですよ全国1億2,000万暴力団ヤクザニュースをお楽しみの皆さん残念です今週はないんですまあないって言ってもゼロではないんですけどどういうことかっていうとまあ先週やったものの,まああの新たな情報を起訴されたとかあのガサが入ったとかっていうことでまあ大きなところはですねあの匠組本部売却まあ,あの民間 企業は 3. 3億円3億三千万円で購入っていうことぐらいなのかな、うん、まあ建物は解体の予定これはあの本編でも取り上げましたしあとあのまあ鳥取県米子署が「山陰から出てけや!」などと脅迫山口組系大同会とか「それ出てけ」って言われてもねっていう話ですしまああの飲食店での北海道では極同会の本部のガサ入れあるいは工藤会の関係者が逮捕って というようよな中州でガールズバーをというようなことぐらいしかないんですね。うーん そうなんですよこれ平和なことなんですけどでもまあまあねあれなんですよこのどうなんですかね福岡県警は20日、えー、福岡市博多区の繁華街中洲で会員制ガールズバー会員制なんですねガールズバーを無許可で営業したとして特定危険指定暴力団、えー、工藤会理事長代行の配下である半グレグループのメンバーえー、これすごいなこういうちょっと待って。特定定危険指定暴力団工藤会 理事長代行の配下であるもうこういう肩書になっちゃうんですねあるハングレグループのメンバーで自営業の43歳の男性ですねこれがらを3人を不衛法違反無許可営業の容疑で逮捕した。 業、まあ、業シーンですが巷にあふれる飲食店で無許可営,営業っていうのは結構多いと思うんですね。要はフード営法を取ってない時間外とかっていうことなんでしょうけど、まあ、歩行をやられたっていうことですね、まあ、そして調べていくと2019年5月から。 今年3月まで、まあ、結構長いですね会員制ガールズバーの風俗営業の許可を遠ざらずに女性従業員を飲食接待をさせていたという要は喫茶店みたいな形の状態で許可保健所の許可して結局飲食をしちゃってるってことですね多分普通だと降りないんでってことでやってるんでしょうね喫茶店とかいうかもう普通のバーでっていうこと、うん、でこのガールズバーは警察の摘発を警戒して会員制にしていたああ 会員になる客は客引きの紹介や女性従業員がマッチングアプリでの知り合った客に限っていた売り上げは少なくとも数億円あったと見られ県警は売上金の一部が工藤会に流れていたとへえそんなやり方で営業できるんだねなるほどね ないと言いながらねありますがちょっとこれ見ていくとほうほうほう逮捕状が出てから逮捕っていう経緯があるわけですねあとパッと見て目につくところは、えー、組織的な、えー、ケミカル剤密売密売同人会参加幹部を4回目の逮捕熊本県警は2022年9月に熊本県内の男2人に覚醒剤を密売したとして指定暴力団同人会参加幹部34歳 ケミカル剤取締法違反の疑いで再逮捕。この容疑者は今年3月にもケミカル剤やオーガニック種子、オーガニックの葉っぱを水売していたとして逮捕されている。今回が4回目の逮捕。へー。まあ、県警は捜査に必要がある。なんでよ もうあまり量刑は関係ないと思うんですよねこ,この場合はね一つとしては結局、まあ、これで起訴,起訴して、えー、判決出ちゃうとあとで余罪が発覚してももうその量刑っていうのは加算させれないっていうのがあるんですね薬物事犯に関してはとなるともういくら例えば、まあ、1回の所持使用で逮捕されて後からこれ何キロとか何グラムとかいっぱい出てきたとしてもそれ加算してっちゃったらキリがないので 逮捕されて薬物で逮捕されていて、それで再逮捕ってほぼない。ほぼってまずないです。じゃ、これが違う事件だったら、障害とかあの殺人事件とか。暴行っては,はあの別ですよ。ただ、同じ薬物関連で後に出てきちゃったらそれは追記とできないですね。なので。 ベテランの人たちは、もうそのなった人に被せちゃう。ほんで、言ってる本に対あ,あ渡しましたよ。言うと、まあ、そ、そこが増えない。でも、最近だとちょっとわからないですね、そこら辺は。少し前まではそういうのがありました。でも、嘘をついちゃうとまた別になっちゃうんで、本当のことは、あ,あそうですよ、なんつっていうこともあるんで、ちょっとね、これは、大きな、あの、捜査が入ってるんですがね。で、ここが、明確に、その暴力団の関与があるというふうな報道の仕方なんですけど、 まあ、これ、やっぱり今、同人会がですね、結構、あの集中的に取り締まりしているというようなことは見受けられますね。まあ、それぐらいなんですよね。あとは、まあ、知人を装い。 女性から400万円を、あのーまあ、これ、うん、詐欺、騙して取ったっていうことなのかなまあまあ、まあ、どういう住吉会、参加組んな3人を逮捕、組事務所を捜索、埼玉県警は2022年8月に知人を装って、千葉県柏市、あこういうオレオレ、オレオレ詐欺とか、そういうこと、うん、ああ、そういうことね。あおおあ、オレオレって書いてないから、あわ分かりました、そういうことですね。千葉県警のあ、千葉県警じゃない、千葉県柏市の高齢女性に現金を要求して、 現金400万円を騙し取ったとして指定暴力団住吉会参加組員33歳ら3人を詐欺の疑いで逮捕。所属する 20日午後2時過ぎに所属する住吉会系の組事務所を捜査員30人。すごいですね、これ。家宅捜索した。この3名は、2022年8月に,に81歳の女性に知人になりすまして電話をかけて、契約書とキャッシュカードが入った荷物をなくした、支給現金が必要だなどと言って、女性から現金400万円を騙し取った疑いが持たれているということですね。まあ、これ、組員がやったってことになっているんですね。はぁ、なるほどね。 この必ず民事裁判にするとほぼ本部まあそのトップの会長とかが支払い命令で支払いしてるっていう定義がありますからねこれははい、まあ、そうですねこうまあないと言ってもまあ話したらちょっとありましたんでね、えー、まあそういうことでしたないと言ったものの、はい、ありましたということです以上です <music>